では皆さんおはようございます。おはようございます。では2019年8月25日第一礼拝を始めていきたいと思います。ではその前に、主の前に総額の中で静まり、主の言葉を待ち望みたいと思います。109番、170番と続けて賛美をしていきます。Oh.
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私が彼らを祝福しよう。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を兄弟姉妹一同と共に賛美いたします。また聖霊様、あなたを歓迎いたします。この宮にあなたが満ち溢れてください。またイエス様、あなたの御体である体であると教会にこうして私たちが集まる恵み、またこの真ん中にイエス様がいてくださる恵みをありがとうございます。本当にイエス様は唯一教会の頭として立たれております。私たちは本当に教会の一部分として、体として生き生きと働くことができますように、弱く見えるところがあったとしたら、本当にお互いに支え合って本当に愛し合って歩むことができますように、またこの世界の教会の一部分でもあります。そのための任を一つと、この教会も一粒一部分になっておりますので、主がそのことを果たすことができるように、私たち体の各機関を強め導いてくださいますようにお願いいたします。今日も生きた御言葉が語られますように、また私たちが思いを定めて心それることなく主の言葉を聞き、また私たちの親族家族、また周りの方々と、また世界の方々の救いのために本当に立ち上がる者たちを一人一人と起こしてくださいますように、また祈り続け、戦い続け、あなたの働きのために働く者たちを与えてくださいますようにお願いいたします。また先ほどお話があったように、今日は選挙もあります。本当に私たちも市民として、本当に主が正しい道を教えてくださり、この重要なところも、この盛岡市が間違った道に行くことがなく、少しでも主の道に歩むことができるように、この選挙も祝福し、また私たちの魅力な働きも祝福し、導いてくださいますようにお願いいたします。またこのところから使わされていたフィリピン、オーストラリアの働き、また所沢、先週も佐久川牧師来てくださいました、強めてください。また花巻の働きも今日も守り導いてくださいますように、またどうしても来られない兄弟姉妹たち、またいろんなところにの戦いで今戦っておられる愛する本当に関係者の方々も覚えてくださり、本当にこの時サタンがいろんなところに目を背けようと、そらせようと、心を離れさせようとして、いろんなところに思いを向けようとしておられといますけれど、そのことから本当に完全に守り分離してくださり、あなたに思いを定める者たちを一人一人と増やしてくださいますようにお願いいたします。あなたに期待します。今日も癒しの技、解放の技、救いの技がこのところで行われますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。ではもう一度と許される方をお立ちいただきまして、歌集の23番you know。
声を賛美したいと思います。聖書ですと236ページから7ページとなります。使徒の働き15章6節から11節まで、では司会者の方で朗読させていただきます。そこで使徒たちと長老たちはこの問題を検討するために集まった。激しい論争があって後、ペテロが立ち上がっていった。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、不法人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証しをし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。それなのになぜ今あなた方は私たちの父祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。後ほどこのところから救いはイエスにあると題しまして、ベニヤミン中野牧師よりメッセージをいただきます。ではその前に特別賛美をお願いいたします。今日は
教会でもよく歌っています。歌詞が352番の風の行方を演奏させていただきます。それでもう一度ご記述ください。歌集の447番、一番最後ですね。ハレルヤ、これを歌います。一曲ですね。Thank you.
何も思い煩うことなく、日々私の言葉に、また私と共に信仰の歩みをなしていきなさいと称されます。私はあなた方を愛し、私はあなた方を再び生かし、また教会の枝として豊かに豊かに用い、この週末の大いなる働きのためにあなた方一人一人を用いようとしていると称されます。確かに私はあなた方一人一人を用いようと、あなた方を通して私の技を出そうとしていることを覚えなさいと称されます。必ずあなた方一人一人立ち上がるべき時、またこのメス御言葉を語るべき時、また私の言葉にしっかり立って歩む時と あるので、あなた方は私に従ってきなさい、また私に従って歩むものとなりなさいと称されます。この日本の人口は1億2千数百万いますが、その多くの多くの8割方の多くの者たちが主に立ち返るということが語られておりますが、あなた方は週末の大いなるこのリバイバル、春の雨、また後の雨と言われているこの神の約束の言葉、これを信じ、これをまた握り、またこれを大きく掲げて告白して進んでいきなさいと称されます。絶対動かないと思っている、あなた方を思っているこの岩を動かすのは私であることを覚えなさいと称されます。また絶対出ないと思っている ところから岩を叩いて水をが出るようにするのは私であることを覚えなさいと称されます。あなた方もそのようなところから救われたことを覚え、信仰を持ってこの私に求め、その岩が動くことを信じていきなさいと称されます。ハレルヤ。それで今の407番もう一度一節だけ歌います。中本裕樹さん、はい、沖縄の兄弟です。